ある日、あなたが初めて訪れた町で巨大地震に遭遇したら、あなたはどう感じ、何を考え、そしてどう行動するだろうか。もちろん冷静に振る舞うだろう。怖くて一歩も進めないかもしれないな。人と助け合って生き延びたい。自分の大切な一人でもどんな時人生を変え、そんなのやってみすべこべ言わ。僕は僕はこんな顔をして、そしてこんな髪型をしていた。昨日あんなことなければすぐ帰れた。サボってんじゃないの。その後またすぐ仕事を。すみません、今直します。これも一件。どうでしょう。俺なんかもう48時間苦しいですよ。ありがとうございます。これね、昨日あんなことなければさ、すぐ帰れて。僕はこのバスに乗って素敵な出会いを求めてとにかく出かけようとしているのさ。次は水田公園前。水田公園前、合流なる方は次で降りなきゃ。はい、地震、強い揺れだって。大きな揺れだぞ。僕はもう一度考えることにした。もし巨大地震にあったら、しかも初めて訪れた町で巨大地震にあったとしたら、僕は自分の大切な人を何が何でも守ろうとするだろう。
大丈夫か？名前は言えるか？とにかく早くバスから離れろ。こんなのめったに取れないけどな。強い揺れを感じました。翡翠市にあるスタジオでも強い揺れを感じました。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して。おい、そこの兄ちゃん。何か用ですか？悪いな。人を探してる。この辺りで、俺くらいの背丈で顔に怪我をしてる黒い T シャツの男を見かけなかった。
走っていきましたよ。チッ、逃げ足の速いやつだ。おーい、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 こんな時に面接が延期だなんて。母さんごめんよ。君も面接ですか？そうだよ、面接を受けに来たんだ。面接延期になっちゃいましたね。どうしてこんな時に限って地震が起きちゃうんでしょうか。なんとか旅費を作ってここまで来たのに。僕は地方からこの会社を受けに来たんです。うちはあまり経済的に余裕がないから、お金を貯めて志望もこの会社一社に絞り込んで、ようやく三次面接にたどり着いたんです。それなのに今日に限って地震が発生して面接が延期になるなんて。もう一度ここに来るための旅費を作れるだろうか。旅費を工面するのに協力してくれた母に合わせる顔がないな。そんな彼の姿を見て僕は、彼が次の面接を辞退すれば入りやすくなるな。すごく揺れたね。地のせいで面接は延期だってさ。初めてよ。見てきたけど、このビルが倒れてすごかったよ。おーい、おーい、崩れてもおかしくないね。
大きな地震でしたな。こんな時なのに落としてしまった弁当を見ている私は一体何をしてるんでしょうか。そうですよ、大きな地震が起きてるのに。確かにこんな時に私は公園でぼーっとしている。全く緊張感がない。こんな時になんですが、ちょっと座りませんか。実は会社でリストラが行われ、退職に応じなければならなくなりました。家族に打ち明けることができず、出勤するふりをして毎朝家を出ます。もう1ヶ月近くこの公園に通ってるんですよ。次の給料の振り込み日が近づいているっていうのに、どうすればいいんだろう。そんな彼の姿を見て僕は。
いい味出してるよな、この親父。しびれぜ。お見苦しいところを見せてしまいました。若い人には頑張ってもらいたい。私のようにならないように。